もう一個は、もうここまで堂々と言ってるんだったら、あなたのお部屋にご本尊ご安置しなさいよ。お母さん、まあ持ち主がお母さんだからね、家がね。だから許されなきゃダメだけど、許されなきゃむしろ出てくらいの勢いでね、分かりましたと。私はじゃあ小さいアパート借りて、お母さんそう言うんだったら。でね、それはね、口ではそう言ったってね、結局寂しいに決まってんだって、お母さんは。必ず寂しがる時が来る。その時が次の勝負ですよ。ああ、すいません。でね、こっちがだんだん福徳が増してくるからね、いろんな意味でこう生活から人間性からいってね、なんつうかな、こう魅力的なお母さんが頼りたくなるような生活になってくるんです。そしてお母さんはそうやって頑固で意固地でいくと、それと今度日蓮召集を誹謗してるわけ、誹謗が開始されるわけだよね。今までは知らなかったけど、そんな先祖も手を合わせないようなね、神棚にも手を合わせないようなとんでもない宗教だと。なんで日蓮召集のお宅が近くにあるとすれば、そういうことも知ってるから、そうすると「あの日蓮召集は許せない許せない」ってずっとこう思い続けることが、実はお母さんが日蓮召集に入れるきっかけになってくる。それがドックの縁って言うんです。誹謗を批判させたっていいんですよ。ね、あなたの場合は素直に、ああ、じゃあやってみようと思う、こういうの順縁って言うんですね。順ずる縁、仏様にすごく素直な純粋な方だったんだよと。ところが、ギャーギャー言うやつがいるんです。私そうでした。すっげえ5年ぐらい言ったもんね。パッパッ、この顔、まさにこう顰蹙って顔をしかめて、バッカじゃねえよなんて、何を掘り逃げようだってみたいな、そのくらい嫌ったんです。で、5年、まあ一発目、中学校の時に実は話聞いてんだよね。その時にもう頭ごなしに、バカじゃねえの、こいつって、兄貴だけど、思って、で、まあ、しつこくはされなかったから、今、住んだと。それから4年後にもう一回また出会って、他の人から、また聞いたんだよ、南無妙法蓮経って。今度は少し頭も良くなってるから、勉強してるから、こう論破してやろうと思って、このバカども、この宗教に凝ったバカどもをね、つって1年間ぐらいかまってやったわけ。すごいってパチが。ギューあの時も言ったと思うんだよね。ここにその傷が残っちゃって、いまだに。すげえいろんなことあってさ。その時罰は思わないよ。人生ってやっぱりこういうこともあるんだなって、ひでえ目にあったなって思って、まあいつかはまたこう這い上がってくるだろうと思ってたけど、まあ最後の最後にもうこう反論する気もなくなっちゃったのね。気力が出なくなっちゃって、何にもやる気なくなっちゃって、変な幻覚とか幻聴もちょっとちらちら出始めちゃって、俺ちょっとやばいぞって思って、でもまあコツ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 一人、最後一人こう通ってくる人がいてさ、でその人のやっぱ真心だな最後はな。で撃たれて、撃たれたっていうか、なんですか、もうこっちももうこれ以上悪くなるの嫌だし、このまんまいるのも嫌だし、言っちゃおうかな南無妙法蓮経って感じで、まあ、試すだけ、ただはお金もかかんないしね、じゃあ行ってみようって。3日ぐらいしたら、その変な、もう鬱のさ、何もやりたくないっていうかな、変な気持ちから、なんかこう日差し、春の日差しみたいなさ、雪解けの感じ、こう縁側でこうバタ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 とかなるじゃないですか。ああいう気持ちになったのね、3日ぐらい。あ、なんだこれって、なんかウキウキしてるって。で10日ぐらいの頃にはもう人に言ってたこれ。でね、あの南無妙法蓮華経っていうのは恥ずかしかったから、やっぱ抵抗があった。南無妙法蓮華経だから抵抗があって、法華経やってんだっつって ちょっとこうオブラートに包んで、法華経を毎日読んでんのっつって、ふーんって、友達がふーんって言ったけど、でも言いたくなっちゃって、このウキウキした感じはどうしたらいいかみたいな。でもう1ヶ月頃にはもうね、チキショー、もっと早くやってればよかったみたいな感じでしたよ。それでもうご本尊もそれで1ヶ月後にはもう受けたしね。50回、あの当時はね、まあ、いろいろやり方があって、あの当時はお試し勤行がずっとあって、でそんでお試し勤行は何も50回も何も受けないでやってたの。その紹介者の家通ってご本尊の前で、それでも功徳出てたからね。そんで
いやこれは結構本物だと思って、で1ヶ月後の時に五樹会とご本尊家父を同時で受けた。よかった。でもあの時ね、意地張ってさ、最後の最後までずっと意地張ってどん底に落ちてるくせに意地張り切ってたら今はない、もう命もないと思う。もう自暴自棄な性格だから、あの禅宗ってそうなのね、うまい時はいいんですよ、天にも昇るんだよねドゥーゼーみたいな、ところがなんかこけるともうバーって自暴自棄になっちゃって、どうにでもないっていう、すごいその激しいんです。破壊衝動が強いっていうかね、禅宗ってこう円満にしようって発想がないんですよね。なんかこうぶっ壊してやるみたいな、気に入らないことあるとぶっ壊してやるみたいなのが あるんですよ。それは自分でも自分にも。だからそのもう顕著な性格だったから、あら、まあ学校、美術の学校行ったのに、結局は絵描きにもなれずにさ、あの挫折してたらね、今はもう描いてないけど、あの土地なんかもう狭いわけだから、両県が。で何かでこう挫折すればきっとね、まあ、まずこれだね。入信する前だってもうそうだったもんね。もうどうにもないっつって6号ぐらい飲んで、もうこのまま死ねばいいやぐらいな感じで飲んでいたもん。だ精神も破綻するしね。まあ本当に想像つかないかつくかっていうか、大体わかるよ。もう30代のあたりかどこまでがせいぜいだったなって、めっちゃめちゃ太ってるかガリッガリ痩せてるかどっちかでさ、結婚なんかも考えなかったけど、したとしても、おそらく殺し合いぐらいのことになってたよ。この野郎殺してやるぐらいのと、こううわーって出ちゃうね、それが今現実になってんじゃない、世間でも。その自分の命というものがさ、そのコントロールできないで、あのいさかいが高じちゃって、もうすぐこう刺しちゃうみたいな。あるいは気分が悪いからって人を殺して歩くとかさ、交差点で。これはね、本当にそのみんな命がね、あの本当の自分の命ってことを知らないからですよ。本当のこの自分の根っこにあるね、最高の物解っていう命を出すことを知らないで、人生をね、あの全くこう目隠ししたまんま地雷原を走ってるような。だから伝えたい、あげたいと思うんだよね。お母さんってその一人なんだよ。だけど冒頭で言ったように、あなたを実は成長させるためにわざとその誹謗してる姿を演じてるっていうこともあるんです、親子の場合は。それが親の使命を果たそうとしてるのね、無意識のうちに。でこっちはあの物手であげてさ、いや素晴らしい信仰に入ったわねなんて言われると成長しないんですよ。むしろ反対された中で必死になって、その耐えながらこの法華経をやっていくっていうところに本当の成長があるのね。そういうものなんです。もう法華経ってもともとそういう性質なんですよ。お釈迦様が説かれた時から、そして法華経を修行してる人たちはみんなそういう目にあってきてる。ずっとそうです。